じゃあ乾杯。したいと思います。まだ電気や水が届いていない人にも1秒でも早く明かりが届くことを願って読んでみたいと思います。では市井美香さんのろうそく1本。ろうそく1本、これ見えますかね。ろうそく聞こえますか。ごめんなさい、大丈夫かな。ろうそく一本火をつけて夜の道を急げ急げ、今日は大事な大事な日。おーい、ちょっと、お、誰かが呼んだ。火を貸してくださいな。火はだんだん大きくなってみんなの顔を黄色く照らす。歌を歌おうよ、踊ろうよ。お魚焼けていい匂い。今日は大事な大事な日。ろうそく短くなる前にくねくね道を急げ急げ。おーい、ちょっと、誰かが呼んだ。火を貸しておくんなさい。火はチリチリと燃えない。